はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン。前回こちらレザーパッチ限定モデルのご紹介をしたんですが、一つ忘れておりました。こちら N52W 型なんですが、 N55W の紹介をしておりませんでした。こちらもレザーパッチでございます。ちょっとテイストが違う、カラーが違うということで、キャメルでございます。キャメルブラックのカラーのレザーパッチ。それではどうぞ。 RGGC。 はい、それではお見せしていきます。 RGGC 店限定のモデルでございます。はい、こんにちは。はい、じゃあお見せしますね。 RGGC 店限定モデルでございます。レザーパッチ、かっこいい、かっこいい、かっこいいということでございますけれども、スペックから、じゃじゃん、こちらオールラウンドタイプでございます。 GRXR2N55W 型ですから、 N55 11と4分の3インチ 11¾ の大きめ内野手用ユーティリティタイプでございます。少し長いです。長いんですけども、内野のようにしっかりポケットの真ん中でボールをつかめる構造というのが特徴。カラーがブラックキャメルのカラーです。今回はブラック HOH 定評のあるブラックに、これまた今年人気のキャメルのコンビネーション N55W ですから、 W ウィングチップのスタイルになります。かっこいいですね。上代税抜き32,000円になります。こんな感じのシェイプですね。順番に見ていきましょうか。まずはシェルパームですね。シェルパームは定評のあるブラックの HOH レザーでございます。さっき言ったようにポケットの作りはしっかりポケットの中心でつかめるタイプですけど、順巻きダブルパームレース、ヒンジはスタンダードでございますね。黒にチラチラーっと見えるこのキャメルのカラーがちょっとおしゃれみたいなね、ことになってますけども。ウェブはモディファイワンピース編み上げタイプでございます。ミニオーバル R がレザーパッチで入る形でこのデザインを引き立てているわけですが、かっこいいですねこれもね。まあ、内野外野兼用ということでございますけれども、親指側いきますね。外側がキャメル、まあ、小指側もちょっと見せとくと、外側がキャメル、トリムと指先が、裏側がキャメルということになりますけれども、はい、ここハンドソンウェルト手縫いステッチでございます。このレザーパッチのシリーズ限定ものについては、この裏あたりのないはめ心地のいい、向こうでは結構あるんですけど、こちらではあまり見られないハンドソンウェルトの仕様になっております。ブラックとキャメルのコントラストが美しい。ブラック特にハンドソンウィルトですから、余計その縫い目が目立つということでいいんじゃないかなと思いますね。それからリストストラップ、レザーパッチ、キャメルに焼き印、かっこいい、渋いですね。ウェルティングバインディングはそれぞれキャメルでブラックを引き立たせております。ライニングはブラック一色で統一、ムートンもブラックですね。なんといっても N55W ですから、このブラックとキャメルを引き立たせるこのウィングチップのスタイルが、これ最大の特徴。こっから見ても、こっから見ても、こっから見てもかっこいいですね。またこのローリングスの刺繍も黒で入ってまして、ワンポイント、完成されたデザインですね。小指側ハンドソンウェルト、これがね、この文字はブラックなんですね。ザ・ゴールド・グラブ・カンパニーの刺繍も、これキャメルだと映えるな。ちょっとはめていただ、させていただいていいですか？普通に。あ、フィンガーシフトもいける仕様の、ライニングでございます。これいいな。で、外野も内野も OK というふうなことですね。まあ、一回り見たんですけど、どうでしょうか？先頃紹介した、このキャメル・リッチ・タン。キャメル・タンもね、
捨てがたい綺麗なグラブに仕上がっておりますけれども、ラベルオーバルアルミニオーバルアルね、ウィングチップ、これ触るとツヤツヤになってくる革ですね、のキャメルブラック版、ちょっと大きめ、どこでも守れるユーティリティタイプ N55W ウィングチップが美しいモディファイワンピースの限定モデル RGGC 店のみでございます。 RGGC、はい、どうでしたか、内野手に特化した11と4分の1インチのモデル、ユーティリティプレイヤーに使える11と4分の3のモデル、どちらも捨てがたいグラブでございますが、今日は N55W のレザーパッチのご紹介でございました。興味のある方はぜひ店頭でお尋ねください。それでは皆さん、さようなら。